ススル TV ゼレゼレどうもススルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、神奈川方面で気になっていた味噌ラーメンはこちらです。ドン京急線南太田駅のすぐ目の前にありますラーメン太閤さんに往生しても、食べログの100名店にも選ばれている焼き味噌ラーメンが有名なお店ですね。前から行きたかったのですが、こちらも宿題店になっていてずっと行けなかったお店だったので、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ太閤さん、ショーケースです。今回はおすすめだという三枚チャーシュー焼き味噌と肉飯をプッシュしました。広い店内ってゆったりしてて居心地いいなと思って待ってるだー。おう、こちらが太閤さんの三枚チャーシュー焼き味噌です。どこーい、表面にラードの膜が張った正統派札幌系味噌ラーメン、ドーンと生姜も乗ってるぞってことで、いただきます。さあまずはスープから。ドラーン、バランスよく塩分と味噌のコクが効いためっちゃうまスープ。インパクトしっかりですが、後味はうまみバッチリのくどすぎないパオペーって感じです。ではもう麺、味噌といえばの縮れた卵麺をスズルー。ねぽーい、もちもちとした食感が親しみやすく、追いかけて追いかけて追いかけて北国を見事に演出。加えてもちろんコクのある味噌スープも絡んで、麺自体の味との夏の日のハーモニーがうまうまうまです。さあ続いては大きなチャーシュー、一口で食らう。けねーん、脂身と肉のバランスがちょうどよくて食べやすい。そんな太閤さんのチャーシューに対抗してススレもバランスよくなりたいです。さてまた麺に戻って、もやしやひき肉を絡めてすすってみても、スープのうまさはブレることなくバチンと体に入ってきます。ではそろそろずっと鎮座し続けてきた生姜を投下してみましょう。後味がすっきり爽やかになり、後半にはもってこいの味変。味噌のコクと生姜のさっぱりな風味、ジンジャー。では気を取り直してラストに肉飯、その名の通りチャーシューやひき肉がたっぷりです。それでは一口食らってみましょう。なーん、だいぶヘビーな食べ応えで、タレより脂身が先行している印象。がっつり肉を食らいたい、もしくはラッキーアイテムが肉飯という方は、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。てなわけで、ラーメンの肉を食らってから肉飯を食らってみたり、味玉を食らってから海苔で巻いたご飯を食らってみたりと、存分にランデブーを楽しんでいたら、本日も完食です。大変美味しくすれました。コク深い味噌の美味しさを楽しめるバランス良い一杯でした。それではごっそり。はい、ごちそうさまでした。いやー、太閤さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。スープを一口飲んだ時のインパクトは濃厚こってりといった感じだったんですけど、くどさはなくて後味を思ったよりすっきりとしていて美味しかったですね。もう一口もう一口で欲しくなるスープでしたね。麺は黄色い卵麺で、スープとの絡みもすごく良くて美味しかったです。途中から生姜を全体に混ぜると、これまたいい感じになりましたね。爽やかな生姜の風味がプラスされて、すごくすっきりな印象で、食べ終わった後もなんとなく体がポカポカと温まった気がしましたね。全体のクオリティもしっかりしていて、めちゃくちゃ美味しい味噌ラーメンでしたね。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン太閤さん、太閤最高や。はい、スープ一口目、スープ一口飲んだ時のインパ、スープを一口飲んだスープ